はい、どうも、カミヤンゲームズ、カミヤンです。今回もアサシンクリードバルハラ、続きやっていきたいと思います。サハティに乗って、向かっていきましょう。不意打ち、ストーと合流、キニングベイル。さあ、こちらにいるようです。さあ、発見いたしました。話しかけていく、ストーとエルケ。エルケ、ストー。準備はできたか。ためらいがあるな。繊細野郎がためらってるってさ。争うことは多いが、マーシア人もウェセックス人もキリスト教徒だ。話をさせてくれ。無駄な血が流れずに済むかも。イングランドの人々についてはストーの方が詳しい。任せる。ありがとうエイボル。やれるだけやってみる。勇敢な兵士たちよ。我が名はストー、ルンデンの大官だ。こちらはデーン人のエルケ大官。我らは共にルンデンで正義のために尽くしている。血を流さないように。だがそれ以上に彼は友人でございます。ルンデンではサクソンとデーンは共栄している。果たしてどうか。ウェセックスでもできるはずなのに。さあ、全勝拠点にやってきた。王は不毛な戦いで土地を疲弊させ、皆を顎で使い、そして今や無駄死にしろと言っている。神の名において諸君に願う。この野営地を去ってほしい。そうすればルンデンでふさわしい仕事を用意しよう。皆は正直で善人だ。できることなら今日ここで殺したくはない。確かにそうだ。どんなに嫌でもデンジンは出ていかない。ここで死んで何になる。バカ言うな。剣を捨てた瞬間殺されるのがオチだ。言ってるのは異教徒じゃない。サクソン人だ。俺は信じるからな。そうだよ。ルンデンでの新生活だ。ここで泥にまみれて死ぬよりマシだろう。もういい。裏切り者の処分は後だ。気を引き締めろ。勇敢だったぞ。さあ、あとは任せろ。さあ、少しは敵が減ったようだ。俺は刃に叫ばせるだけだ。残りは戦うしかなさそうだ。くそ、囚人だったのに。血を流せ。大したことなかったな。そうか、不死者が出てしまって残念だ。次はフルケの補給物資を破壊しないと。さあ、続いて灰を食べさせろ。少なくともルンデンには俺らを導く方がある。この土地では武力がそうなんだ。見つかると面倒なことになる。場所発見。
せ合ってるかな。さあ、ウバと会話を。行けそうか。農民と羊飼いの町にしてはやたらと兵士が多いな。服装からして一人は重視だ。手ごわそうな部下たちを連れてロングハウスに入っていった。慎重に行けば重視に気づかれずに穀物庫を燃やせるかもしれないな。冗談だろ。正面から行くぞ。ここしばらく骨のあるサクソン人とやり合ってないからな。穀物庫を燃やして破壊。燃やした穀物庫。なるほど、穀物庫を燃やさなくてはいけない。さあ、それはどういうなんでしょうか。探していく。で、僕もここを燃やしていく。だいぶ派手にぶっ込んだ。さあ、続いての僕の本部で、うん、ベタさんがいる。ニワトリもいたかな。さあ、燃やしていく。はい、バラス。うわやけどしたり。どんどん行きたいと思います。で知らせてくれている辻さんもいた。
ベッド完了、灰を食べさせろ。サクソンならポートチャスターにも腐るほどいる。その言葉信じるぞ。じゃ野営地でな。さあ、というわけで続いて戦慄の分断、バシムと会話。何か分かったか。ブリグワースは船で来た増援で溢れている。どうやらフル家の腹心二人がそれを監督しているようだ。腹心を倒して船を焼こう。足を奪って混乱させればポートチェスターのフル家に合流するどころじゃなくなる。怯えた者は利己的になるか。名案だな。ブリグワースを破壊。ホリデン指揮官がいる。ヘナツキバニ指揮官がいる。さあ、船を燃やしていく。これが重要らしい。だいぶ景気よく燃えた。おっと、また人の火傷をしている。また水に入って火を消す。さあ、発見。船を燃やす。さあ、敵の邪魔が入ってきた。奥の船は燃えていなかったようです。ワイドを燃やしていく。さあ、松明着火完了。さあ、奥にも船を発見。また火傷を負った。これでサクソンは川を渡れない。そしたら、ああ、そうだ、砦の中にいる指揮官を倒していく。砦の中に入ってきた。彼が死んだ。クエスト完了。戦線の分断。以上、カミアンでした。バイバイ。